しかねたぞ、黒い剣士。さあ、試してみるがいい。人一人の力がどれほどのものか。まさか烙印を刻まれながら生き延びた者がいようとはな。復讐というわけか。だが所詮人に過ぎぬ貴様にはかなわぬこと。人の力では神の摂理は曲げられぬ。何も血肉を削ぎ悪霊どもに取り憑かれてまで苦痛と恐怖のみの戦いを続ける必要はない。そう、無意味な戦いだ。もう終わりにするがいい。貴様をその苦痛から解放してやる。人であること、それが貴様の限界だ。人であることを超越したこの私に勝てる道理はない。これが限界さ、人間の。嫌だ、死ぬのは嫌だ。ガッツ、何か落ちてる。ベヘリット、この世界と重なるもう一つの世界との扉を開く鍵。よくできてるね、これ。どうやってゴッドハンドを呼び出すのさ。それを知ってりゃ苦労しねえよ。あ、待ってよ、どこへ行くのさ。